市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。市川團十郎さんが抱える重荷と責務、亡き妻真央さんとの愛の素売却、息子新之助には重荷を継がせたくない、13代目市川團十郎さんが亡き妻真央さんとの思い出の家を売却すると報じられて話題になっています。当宅は2010年、結婚を機に團十郎さんが購入。生家から50メートルほどの距離にあり、敷地50坪、地下1階、地上2階。地下には大きな赤いバスタブがあり、妻の真央さんのこだわりが詰まっていました。その後、長女市川ぼたんさん、